韓国サッカー界に激震をもたらした五輪予選敗退ショック。その余波は計り知れない。現地4月25日、パリ五輪予選を兼ねた U23 アジアカップの準々決勝がカタールドーハで開催され、韓国はインドネシアと対戦。退場者が出て10人となりながらも追いつき、2対2で延長戦、PK 戦にまでもつれ込んだが、これを10対11で落とす。 韓国が五輪出場を逃すのは1984年のロサンゼルス大会以来40年ぶりで、連続出場記録は9で止まった。ほと、U から23日間戦の会場を華やかに彩った韓国女子サポーターを特集。国内のファンやメディアから猛批判を受ける中、大韓サッカー協会、KFA が、 五輪サッカー本大会に進めなかった点についてと題した謝罪文を公式 HP 上で発表した。本日行われた U23 アジアカップの準々決勝で敗れ、パリ五輪の本大会に進めなかったことについて、ファン、選手、そして国民の皆様に深くお詫び申し上げますと記した。さらに、コーチングスタッフも選手も連続五輪出場を目指してベストを尽くしましたが、 残念ながら目標を達成することができませんでしたと伝えサッカー代表チームを育成支援する大韓サッカー協会に全責任があることは十分承知しており改めて頭を下げてお詫び申し上げます今後選手や指導者の育成代表チームの運営体制を精査し今日のような失敗が二度と繰り返されないよう改善策を探っていきますと続くそして最後に 当面の課題である代表監督人事を成功させ、現在進行中の2026年北中米ワールドカップアジア予選で好ゲームを披露し、国民に喜びをもたらすことができるよう最善を尽くしますと詰ました。今年3月に U23 代表監督を務めたファン・ソン・ホン氏を A 代表の暫定監督に指名。最終予選前の大事な時期に準備不足を招いたとの批判もあり、 ユルゲン・クリンマン前代表監督の人事に絡んだチョン・モンギュ会長がまるで責任を取っていない点など、KFA をめぐる非難は後を絶たない状況となっている。